言っとったらもう本当は戸賀神社だ。近いな。で、あ、駅前にはセブンもあるし V トラックもあるし、いや全然便利ですね。あ、駐車場も広い。さすが三河の一宮ですね。参道、表参道はどっから入ったらいいのかな。あ、もうすでにここだとこもありますよ。うん、俺だけ大きい格式のところ、一宮ですからね。真下がこんなところにもありますね。荒川橋神社と秋葉神社、あ、なるほど、はい、いろいろありますね。さあ、お参りもしましたけどね、やはりこういうところにちゃんと書いてますよね。小一戸賀神社ってことです。これは要は神社の格式ですね。明治時代とかに使われた格式の、やつがあるんですよ。それの中で要は1位の神社ですよってことですね。まあ、他にあの別格とかもあったりするんですけど、確か、出雲大社とかが別格とかでしたっけ、なんかあるんですよね。で、あ、ここにもまたありますね。これも入っていいのかな。染めが入っちゃった。安川法神社。雨の日、火の日。いろいろありますね。いや、でもやっぱ木陰だといいですね。木も面白いですね、これ。ぐいっとこんな沿って、なってますけど。いいですね。歴史がある感じが。で、もうすぐ前が住宅地ですよ。面白い構造ですね。さあ、他にも、結婚式場とかもあるんだ。あ、そういや、椿山もありますもんね。一回そういや、結婚式で行ったことあるな。で、こっちから行ったら良さそうですね。あの奥に駐車場があって、そこからずっと歩いていくところがメインで作ってある感じでしょうね。面白い構造ですね。結構車利用を結構全電車作りになってるんですね。あ、こっちが参道っぽいですね。あ、いい感じじゃないですか。三河の国一宮って書いてありますね。あ、ここも広い。駐車場面白いんですね。こんな広いんだ。で、これね、これが、二の鳥かな。一の鳥居があそこかな。で、あ、ここにも書いてある。三河の国一宮戸賀神社ということで、ね、由緒も書いてますね。この当社創始は、定かではないと。古いですね。当社人名が国史に明記されるのは、文徳実録管理と850年。はあ、で、秋7月の上からで、15以下の、深海に、女性大だと。あると。その後、幾度かの加害を得て、文政10年1827年には西洋一の深海に召集した。ですから、1827年でからこの今の一宮としてのね、確たる地位を築いたよということですね。で、平安時代以降、初期、以降、当社は三河の国の一宮、また演技式人や陶式の、名人勝者として、秋野の、数計を受け、東三河国内神社の、主席から、として、国司の、巡回及び、公平に預かった。県庁7年に、徳川家康により、朱印城として、一宮城、そうですね、あの三河は徳川家のね、何せお膝元の一宮となりますからね。
ですね、100国、ですね、道八年1603年には、本宮参上から20万石の、寄進を受け、明治に至ったと。ですから、もういや、で徳川幕府 もお膝元の一宮ですから、それは、扱いが、非常に、すごかったということですね。で、明治になって、韓国弊社の制度では、国定不詳者の人にでしたが、戦後この社格制が廃止になりそうですね。現在神社本庁別表神社として、本宮さん、本宮山さん、北宮とともに、時代を超えて、広大無変な、個人制が、受け継がれていますよという、非常に格式ある神社でございますよということでございます。もうその空気はもうこの辺りから出てますよね。いや素晴らしい。ではちょっとなんかお参りしていきましょう。ありがたいのがこうやってね、さって日が引くとね、カメラがね、オーバーヒートしないんですよ。やっぱ最近暑いもんでね、カメラがね、完全にオーバーヒートで止まっちゃうこともあるんですけど、それより前にピントの合わせとかそういうのがね、効かなくなってくることがあるんですよね。で、手を洗うところはあちらにございますね。あちらでございますね。さあ、なるほど、なるほど。で、剣道教室なんかもあるんですね。へえ、すごく歴史ありそうですね。で、ここで、くちびちゃってですね。さあ、お清めも済みましたし、接近注意とかで、靴の根が張り、石垣が崩しています。危険ですから、ご注意ください。ですから、根がどんどん伸びて、なんと石をも壊そうとしているということでね。そこですね、人の手で作った石垣がそこまでの上で育ったのがそこまでになるってことは、それだけの歴史があるということですね。すごいなぁ。いやいやいや、本当でもなんか入ってくるといいですね。大麻とか1000円とかでもありますね。神社大麻と神宮大麻。ああ、なるほどなるほど。神宮っていう場合はこの大麻と大神の、神宮大麻と、神社大麻が伊勢のほうかあるんですね。あ、そう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 、あ、そうだ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 、聞いたことあるわ。っていうか、タカチャンネルズで聞いた記憶があるわ。そうそう、地元のその、やつとか、あとそのなりわいをしてる方でしたら、例えば、八幡宮、だったりとかなんかね、ありますよね。そうそうっていうようなね、やつとかもこういう感じでするといいですよということで、でちゃんと、伊勢のその神宮大麻も売ってるんですね。はい、ということで、お供えの仕方とかも全部書いてあります。ありがたいですね。お米、塩、水を備える例と、お酒とかね、塩、水を備える例とあるわけですね。ちゃんと順番のこういうの決まりがあるんですね。あら、なんか咲いてる。まあ、恵比寿社とかもあるんだ。あ、こんにちは。上場とかがあってね。あ、すごいね。じゃあここが本殿ですね。ちょっとお参りしていきましょう。お参りしましたけど、こんな余裕でやってるんですね。田中さんの願い事とかも、買いたい、絶景らしいですよ。すごいですね。こっちにしゃぶしゃぶあるんですね。こっちはこっちで本殿な感じになってるんですね。ああ、涼しい。おお、おお。中で
なんかちょっと中で撮影をやっとったみたいなんでね、と思いながらね、見てましたけど、なるほどね、いろいろとやってるんですね。暑い暑い。で、これもまたこれで古そうですね。いつにできたやつなんです。名前から言うと明治以降みたいですけど、あ、そうですね、大正6年ですね、4月に作られた、入り口がこっちみたいですね。しょ、逆から行っちゃった。立派ですね。正面からあれですね。なるほど。で、あ、ここから駐車場は奥から入る感じなのかな。へえ、いいですね。あ、こんにちは。大丈夫ですか。あ、あげましょうか。さあ、地元の家族とも交流しながらですね。さあさあさあ。で、駅の方にまた戻ってきましょうか。どうしようかな。時間がもうちょっと早かったら、どっかまで駅間散歩をやってみようかなとも思いましたけど、